テージエンド来ました。ここは韓国アイドル体験ができる場所なんです。なんかメイクしてもらったり衣装選んだりして最後に写真撮ってもらえて、なろうよみたいな。なりたい。絶対似合いそう。嬉しい。いただきます。いただきます。はい、今写真になっちゃいました、これからメイクしてもらいたいと思います。可愛い系の韓国アイドルさんみたいになりたいです。新人になりたいですね。落としてきました。じゃあ編集したいと思います。はい、完成しました。完成しました。キラキラです。キラ。アイメイクを薄くしてリップを濃くしてくださいました。今から着替えていきたいと思います。でもせっかくだし、なんか派手なやつ着たいね。うん、私は好きな色が白と水色とピンクだから、うん、でもピンクがいつも着てるから、うん、私超ピンク着たい。ちょっと可愛い。可愛いね。着てそう。うん、絶対似合う。あー、はい、できた。本当だし、本当に優秀だ。はい、すごい、なんか完成しました。撮影していきます。一直してくれる。かわいいかわいい。素晴らしく美しいです。違う気がする。どうでしょうか。私人とコスメ見に来たことなくて、私もないかも、うん、だから緊張してます。余計にコスメとかめっちゃ韓国のばっかり使ってます。そう、やっぱね、いいよね。この間私韓国行ってきた。ほら、リップ欲しいな。あ、これなんかすごいいいって聞いたことある。本当ですか。あ、ゆそれか、眉毛の、眉毛の、うん、もう声が出ない。全然大丈夫、私が頑張ります。本当そう、でも俺の見たパソナしてるじゃん。この間さ、これのさ、洗顔があるんだけど、ホテルに持ってったら朝寝坊して置いてきちゃったから買いたい。そう、この間忘れた。ショックですね、めっちゃ買いたい。
とショック、しかも新品で開けた日に置いてきちゃった。あ、これめっちゃいいよ。え、何ですか？パック。あ、でもこれの、本当だ、これの緑しか使ったことないんだけど。え、あのこうやって混ぜるやつ、やったことある？ないです。おすすめ、おすすめって言ったらでもちょっと大変だけどね、こうやってぬるぬるのが。そうそう、私これ使ってます。あ、私も使ってる。コロコロだ。え、どう？え、今ですか？うん、ぐるっとして。まあ、おすすめって言われたやつが欲しくなっちゃう、本当に。あ、でもね、おすすめってやったら何でも買っちゃう。いい、でもパック全体的にいい。うん、韓国のパックは。私、本当に秋田さんにおすすめって言われたら10万円でも買っちゃう、絶対。え、でも、確か、うわ、もうあれが結構今来てます、モデリングマスク。え、でも4回使ったらその思い出が形に残らないってめっちゃ寂しいから。え、でも、どうしようかな。使ってみたかったから、なんか粘土みたいにこう顔に塗るやつ。紫もある。かん、初めて見る私、本当に。どうしよう。あ、ココアって書いてある。私ココアって書いてあったら何でも買っちゃうんですよ。色とかね、本とかもココアって題名に入ってたら何でも買っちゃう。やっぱ私一人になった瞬間めっちゃ喋ってる。でも本当にさ、本当にさ緊張して本当に喋るの。やば。私はスキンケアかな。あ、これもいい。化粧水、これ私使ってた。美容液もいいな。00か01が欲しい。まあ、00だ。これ、なんかうずらの卵みたいになるやつとか。03。あ、これだ、これ。ちょっと透けてる黒、なんかダークな透けてるカラーがいいな。冬はネイルしたくなるんで、どっちか。でもどっちも買ってもめっちゃ安いんじゃない？緑3色です。1色これ880円が400円になってる。めっちゃお得。これにしよっかな。ってだったらもう1個買った方がいいですよね。1個目決めました。ネイル、かわいい。私はこのさっきおすすめしてもらったマスクを買いたいと思います。それで、秋田さんにちょっと1個選んでほしいなって。うん、じゃあいいんですか？リップかマスカラか。でもなんか可愛いからチークあげたくて。あ、なんかロマンがめっちゃいい。ロマンのチーク使ったことない。嘘、私もない。でもなんかいいって聞かない？聞きます。ね、本当？本当に。こういうの似合いそう。わー、コーラル。チーク私ずっとなんか適当にかけてて。わかる。でも適当にいっちゃうよ。ピーチ。アイシャドウもピーチ。ピーチ、これだ。じゃあこれにします。これを選んでもらいました。です。ありがとうございます。どういたしまして。終わりました。終わりました。お揃いパックをお揃いにしました。お揃いになりました。そう、あとさっき選んでもらったチークと私はこのネイルに決めました。かわいい。ということで、これは私がプレゼントしてあげる。え、そうなの？うん。へえ。本当。私が選んだし。え、使えないです。なんで？使ってよ。なくなっちゃう、使ったら。まあ、なくなったらまた言って。ありがとうございます。使ってください。使います。
はい、買ってきました。コスメ買ってきました。楽しかったね。めっちゃ楽しかったです。いいの選べた。はい、嬉しい、ね、秋田さんに選んでもらって本当に嬉しかったです。楽しかったね。本当に楽しかったね。一日ありがとうございました。さっき明日からの楽しみがなくなっちゃうって本当になんかちょっとこの話が出た時から1ヶ月ぐらい本当楽しみにしてて、友達にも大好きな人と予定あるんだって言い出して頑張ってたので、ちょっと寂しい。誘ってくれたらいいじゃん私がじゃあ誘う。プライベートで次は着くお出かけしよう。お願いします今日は本当に夢みたいでした。よかったです。楽しかった。楽しかった。ありがとう。ありがとうございました。バイバーイ